円筒仮想式時筒土器とは、縄文土器の一種。東北地方北部から北海道地方南西部にかけて分布する。平底の深鉢が円筒型を呈することによって命名された。円筒土器は、その名の通り、円筒状のシンプルな形をした土器で、東北地方北半部から北海道南西部にかけてを主な分布域とし、前期の円筒仮想式時。 中期の円筒上層式に区分されるが、さらに前者は、円筒下層式 A 型、B 型、C 型、D 型、後者は、円筒上層式 A 型、B 型、C 型、D 型、E 型に細分される。平底部下8型土器の規定が、公園がやや広がった円筒型を呈することに由来しており、円筒の形状を持つ土器全般の故障ではない。 青森県青森市の三内丸山遺跡や秋田県、大館市の池内遺跡、秋田県の白市の杉沢大遺跡や北海道、函館市の西部沢遺跡など巨大集落を伴う時期の土器であり、公園部に文様帯を区画して設け、様々な大和城門によって装飾を施す点に前期、中期を通じた特色がある。類似する平底円筒型瓦家が、両賀地域、 朝鮮半島北部からアムール川流域、縁海州にかけての広範囲で、紀元前6000年期頃から、紀元前2000年期頃までの間に発見されており、ハプログループ N1 を担い手とする両画文明との関連が指摘される。遠東土器文化圏とは、遠東土器を特徴とする文化圏である。この文化圏内では、土器ばかりではなく石器の種類、縦穴住居の形や構造、土偶や、 ガングーのような精神文化に関わる遺物などにも強い共通性を有する。縄文会人の最も進んだ縄文時代前期には、北海道函館市の西部沢遺跡や青森県、青森市の三内丸山遺跡、秋田県大館市の池内遺跡などの巨大集落が営まれ、そこでは従来の縄文時代のイメージを一新する発掘成果が相次いだ。 巨大な縦穴住居の検出例としては3内、丸山遺跡のほか、秋田県の白市の杉沢大遺跡などがある。なお、縄文時代中期後半の遠藤土器文化圏においては、東北地方北部で大木八式マイナス1式の土器が出土することが多い。つまり、大木式土器は、縄文時代前期から中期中央までは、東北地方南部を分布域とすることから、 中期後半に入ってその北側に分布域を広げる、ものの北海道には及ばないということである。遠東土器文化圏の北側の境界線は、おおむね石狩平野であり、それ以北の道北、道東地方には、北東式土器文化圏、南側の境界線はおおむね秋田下沢湖、森岡市宮古市を結ぶ線で、その南側には、大北式土器文化圏が広がる。 自然環境の面から言えば、遠藤土器文化圏は、津軽海峡のブラキストン線を挟む両側の寒流域だとみなすことができる。植生の面からすれば、今日でも白上山地やと和田湖、オイラセ渓流などで知られるように、ブナなどの落葉紅葉樹林が濃密に分布する地域で、水ならコならなどのドングリ類やクルミに加えて、クリア土地といった極めて有用な圏果類が豊富である。 さらに、サケマスの素状が広く見られる点でも、当時極めて生活に適した環境にあったものと考えられる。魚老では、回転しきりや玉りを用いた怪獣の捕獲もなされていた。これは、北東季時文化圏と共通する文化要素であるが、怪獣捕獲の道具についてはこの後も江戸時代に至るまで一貫してこの地域では、北海道と歩調を合わせている。なお 北海道と本州の間には東アジアの陸生哺乳動物の重要な分布協会があるが文化圏協会の形成に大きな役割は果たしていない。東北地方で北海道産の黒曜石が北海道で新潟産のカワセミが大量に出土するなど津軽海峡を渡る人々の交流と物資の輸送は極めて盛んであった。この文化圏では 縄文時代後期になると、秋田県和ズ市の大湯環上列石、青森県青森市の小木屋遺跡、秋田県北秋田市の伊勢道線遺跡など、ストーンサークルと呼ばれる、最新遺跡が数多く作られ、晩期には極めて聖地で、工芸的水準の極めて高い亀ヶ丘式土器や、社交機土偶、乱体漆器を育んだ地域としても着目される。古代にあっては、 立領国家の外縁に位置づけられる地域であり、江戸と呼ばれた勢力の本拠となった地域である。立領国家側とすれば、その前線は秋田城及び芝城であり、その北側には城作は造営されなかった。九州地方中部から南部にかけての縄文時代早期の土器群も、円筒型を呈する特徴を有し、円筒土器と呼ばれることがある。田村。 ゴーダ中国北方新石器文化研究の新展開詳細報告東北アジアにおける戦士文化の交流大高市アンクワイクイホーンジエーエルアイチャオニングイチャンリューチェンシンジョウエリカ・ヘイングルバーグフィジョ2 0 1 3イクロモソームアナリシスオブプリヒストリックヒューマンポップやレシャンズ・インザ・ウエストリアオリバー・バレエノース・イースト・チャイナ BMC13 216特別講座、関日本海環境考古学1999年度日本海学講座1999年11月27日、安田義則、大塚、戸沢、ありがとうございます。